ミルクサッカーアカデミー通信簿シリーズでございます。先生、今日は大宮アルディージャでございます。よろしくお願いいたします。井上真でございます。ノーミルク佐藤です。はい、というわけでね、プロサッカーデータモの先生に教わっていきましょうということで、全チームね、はい、やらせていただいてます。この通信簿シリーズでございますが、2019のいろんな各種データ、はい、振り返っていきながら来シーズンのね、状況なんかも伺っていこうじゃないかということの大宮アルディージャ編でございます。それでは先生、はい、まずは目次からお願いします。はい、こちらでございます。まこんなね、ことを中心にちょっと話していきたいんですけど、まずは来季こそは、来季こそは、そうですよね、惜しかった、来季こそは、ね、はい、これはもう本当サポーターの皆さんの総意でございますよね。で、まあいろいろ見ていくと、まあ、夏に加入した一平篠塚、はい、彼の加入以降、ね、バランスが結構整い出したところがあったんですよね。うん、こちらシーズンの、ね、データ後ほど見ていきますと、そこでちょっと確認していきましょう。はい、でその同じ、シーズンデータで見てみると、はい、一時期ね、守備陣が不足するっていうことがあったんですよね。貯金不足、ちょっと怪我人が多くなってしまったりだとか、はいはい、そうなんです。それで串引き選手がやってきてくれてなんてこととかもありましたけど ね、 ね、まあ、それに伴って一時期その失点増があったのがちょっと痛かったなっていうのは結果論で考えると、最後までそれがちょっと響いた部分もあったんじゃないかと。ありましたね。でね、ただユース出身組が次々と今、はい、大宮は育ってるんですよ。ほうほう。まあ、2019年も結構なところありましたけど、はい、2020年もいわゆる下部組織経験者、いわゆるそのままユースから上がってきての選手もいれば、うん、その後大学だとか他のチーム経験してって組もいるんですけ ど、 なるほど、まあ、結構な数も大宮ユース出身がちょっと増えてきたところがあって、なんかこう地元さんというよりもなんかね、自分のチームで生え抜きのっていうのがなんかいいなって思います。その中で2019年 U17 ワールドカップにはそのユースの村上陽介選手が、はい、選手されたりもね、ありましたから、はい、で、プラス我々この通信簿シリーズでやってるのが3年間でのデータの比較なんてこともね、やったりするんですけど、今年石井体制から高木体制にシフトしまして、結構ね変化があったんですよ。やっぱ監督変わると変わるもんですね。そうそう。でただ、やっぱり高木体制となって来季は2年目には、今季2020は2年目となる形になるので、はい、どんな風に変化していくのかなとか、どんなシーズンになっていきそうかなってこともデータから踏まえた上での予測をしていこうと思います。岸方から育成をちょっとね探っていこうじゃん。そうなんです。その中で昇格に向けて必要なのは実はタックルの成功数と勝率というところが出てきたので、後ほどお伝えしたいなと思っております。データを語るということでございますね。はい、まずは成績見ていきましょう。成績表でございます。はい、はい、まあ、あと一歩でといったところでしたけど、MVP は川面選手でございました。はい、41試合出場、得点にアシスト2というところでもありますが、サイドバックでありながら左のストッパーを務め上げてくれて、いわゆる左サイドバック、左ストッパー、左のウィングバックといういろんなポジションをやってくれた選手であります。はいはい。そしてマーさん、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか、あの遠くからのドン、すげーのあったもんね。ありましたね、本当に結構の序盤でしたけど、忘れられない、忘れられないですよね。やっぱそういうところで少しでも少しでも勝ち点プラスとその得点をね、はい、稼いでってくれたのも結構の印象的な部分であります。はい、あとは奥抜き選手がかなり成長してくれたなというところで、関東省、得点能力も培ってユースさんとリブラと、はい、で厚労省は、はい、こちらもある意味ユース選手なんですよね。大宮初のユース出身選手、金沢選手、引退ということで お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でしたね。でミルワーカ賞にはバラタ選手、はい、来季は、2020は湘南行っちゃいますけど、まあ、何でもこなせるようになったバランサーですね。もともと柏時代なんかも、まあ、ボランチ、まあ、守備的なボランチバレー、コントロール型のミッドフィルダーだったところから、はい、シャドウもやれるようになったりだとか、自己ベストの得点数だったのかな2019年はだったりもしたので、まあ、本当いろんなことができるようになった選手だな。信頼のバラタさんですよね。ねえ、で得点王がファンマン、アシストに一平篠塚と、後半加入でこのアシスト数ということで、はいはいはい、すごかったですね。あ、すごいですね。でそう見てきた時の右下です、はい、成績ですけど、はい、ゴールチャンス CB、そして守備のところではピンチ回避、自ゴール前というところで BA と、はい、まあかなりな
そうですね。そうです。で、ただいわゆる守備陣とかいわゆるボランチラインからのビルドアップ、はい、はちょっと少なかったのかな、はいはい、ただ平均よりは上だったので、うん、まあ、来季に向けていけば、その後のさらには2021年以降 の J1 で戦っていくためには、はい、後ろからまあ攻撃の意図を発信する人がいて、うん、その流れが着実にフィニッシャーのところまで伝わっていく流れができるようになると、はい、大宮また J1 でまた上位に食い込んでくるのかなというところでございます、はい、では、うん、終盤戦の番手表を見ていきましょう、はい、こちらですよ、出ました、うん、はい、こちらでございます、うん、まあ、大きかったのはやっぱり何度もねお伝えしてますけど一平篠塚選手の加入だったのかなとは思いますね、はい、うん、こう見てしまうと、うん、あとは、奥貫選手だったりバラツ選手だったり、まあ、開幕のことを考えると大前選手がいたり左には中村選手がやってたなんてこともありますがだん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 いろんなメンバーがガラガラ変わってきて、そうですね、結構変わりましたね、うん、変わりましたね、うん、特にセンターバック陣の青2人が一気に変わりましたからね、はいはい、ね、そうなんです。ただ川村選手だけはそのままずっと守り抜いてくれたということで、うん、はい、まあ、彼の功績は結構大きかったんじゃないのかなと思います、うん、では続いて、はい、台所年齢分布見ていきましょう、はい、こちらですよ、ドン出ました、うん、はい、こちら見ていただければ、はい、まあなんかサイドバックとフォワードは、うん、なんだかね、同じ年代分布の選手が多いなというところですけど、はいはいはい、ただいわゆる守備的なところセンターバックだったりもしくは守備的ミッドフィルダーは、うん、まあ、年齢層高めな選手たちもいますが、はい、そうですね、ウィングバックだったりとかサイドミッドフィルダー、うん、もしくはオフェンシブの、そのシャドウのポジションだったりする選手たちは、はい、結構若い選手たちが多かったなというのもあります、うん、で来季はここにあの黒川選手とか帰ってきますので、うん、ユースですね、そうか、あのレンタルで出した選手たちが、ね、そうなんです、帰ってきますので、はい、そう考えるとまた面白い展開になってくるんじゃないのかなと思っていたりします、うん、続いて強化部フローを見ていきましょう、はい、こちらでございます、はいはい、大宮そんなに多くはないんですが、うん、ただですねこれが大きかったんですね、うん、串引き選手いわゆるディフェンダーたちがちょっといなくなった時期だったので名古屋からレンタルでお借りしてと、うん、まあ、来季は広島に行っちゃいますけど、うん、まあ、本当この半年間を支えてくれたうちの一人だったなと思います、はい、そして一平篠塚選手ですね、うん、1年間もし彼が活躍してたとするならば、ね、まあ、このチームの MVP であったことはもう、うん、間違いなかったと思う。単純に考えて14アシストってことでしょ。そうですね、年間単位で考えたらなので、うん、はい、クリスティアーノ柏のね、うん、に匹敵したのはまあ彼だったんだなというところが分かりますと、はいはいはい、うん、では続いて1年間の成績を見ていきたいと思います。ドン推移です。はい、ハイアベレージですね、年間を通して すごいなと、うん、まあ、それはね3位フィニッシュの、ね、上位ですから。そうなんです、ずっと2位でしたね、ずっとね、だから最後の最後なんですよね、はいはいはい、と考えると、うん、はい、ちょっとあるのは序盤戦のつまずきと、だから序盤戦6試合やって勝ち点8は取ってるんですが、はいはいはい、得点6失点6であの特質プラマイゼロからスタートしてるんですよね、うん、ここがちょっと大きかったかなと思っているのと、うん、あとは10月で失点加算でしまって、うん、これ黄色いところがあのいい数値、はい、でピンクが超いい数値、うん、で水色になってるところがやや悪いところになるんですけど、うん、いわゆる3試合で7失点と、はい、平均失点数がそうなんです、ね、2点を超えてしまってる、はい、勝ち点は確かにあのプラスなんですが、ただ得失点的になんかちょっとうんっていうのがここで出てしまいましたね、うん、2、3月と8月と10月あたりでしょうか、はいはいはい、まあだからそういうところで落とした部分を少しずつ減らしさえいれば J1 だった可能性で考えたらちょっと悔やまれてしまう部分かもしれませんね、うん、はい、では続いて3年比較で見ていきましょう。はい、こちらでございます。どんでたレーダーチャートですよ。はい、うん、レーダーチャートでございます、はい、白いところが平均値になっておりまして、うん、2017が青、2018が赤、はい、2019が黄色となっております、はい、ただ2017に関しては大宮アルディージャーの J1 を戦っていて、で2018-2019が J2 の数値となっております、うん、はい、リーグ変われど平均値から の隔離、なんですか、離れ具合は一緒ってことですもんね。そうですね、比較できるってことですよね。そうなんです、はい、うん、で見た時に、昨年2018の、はい、石井大成との比較で考えると、うん、はい、結構な差はあるように見えるんですが、はいはい、うん、とはいえ、うん、この2019の大宮アルディージャのデータ、うん、なんか似てんなと思って見に行ったものがあったんですよ。2019、はいはい、そう、あの、すでに実はですね、これ大宮アルディージャでだいたい20何チームぐらいの収録になるんですけど、シリーズ、ね、そうなんです、うん、なんですが一応もう全チーム分のこのレーダーチャートは作り終わってるんですよ、うん、なるほど、
はいはい、でその中であれなんか見たことあるなと、形が似てるチームがある、そうなんですよ、どこだろう、見に行ってみたら、はあはあ、やっぱりそうだと、はあ、2017のビファーレン長崎なんですよ、うわーすげー、高木監督だ、あそういうことかと思って、いやーやっぱり出るわけ、そうなんです、すげー、ちょっと似てるんですよ、はやっぱりこう枠内シュート、シュートゴール、この辺が大きめになってて、そう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 、面白いですね、そうか、2019じゃないですよね、これ手倉森大成だし、はいはい、で2018じゃないですよ、 J1 にいたから、2017の昇格争って昇格した時の長崎にそっくりだったってことで、で大宮もだから最後の最後だけ確かに湘南、横浜市にまくられてしまったところあるけど、はいはい、ぶっちゃけ成績的に言うともう昇格クラスだったわけじゃないですか、うん、はいはいはい、と考えればだから、うん、本当もう横浜市の最後のその自力でのこう競り勝ちっていうぐらいなもんで、うん、はい、まあ、昇格のところまでは高木監督としては、うん、そうこの調子、あの俺数年前に同じ流れ経験してるからっていうのは成功体験あったんでしょうね、ははは、なるほどね、そうなんですよ、はあはあ、そうなってくると、うん、そうこう同じ流れになった時に、うん、高木監督が取る手としては、はい、次にあそっかと、やっぱりちょっと守備のところであれあったからなという部分で、うん、タックルを次伸ばしていくんですよ、はい、だ攻撃陣に関してはもともとファーマだったりだとか、はい、やっぱり多分ご自身 の, その感性とかもあると思うんですけど、うんうんうん、根気がある程度出来上がった後は次は守備に、最初多分本当はもともと彼 の, あの高木監督で守備から実はもともと出身はフォワードだけど、そうです、ね、守備から構築して監督になります、で守備がある程度できたって流れがあって、うん、攻撃に行ったのはいいものの、はい、守備陣にたくさん怪我人を抱えてしまったから、ね、失点があってしまったってだけなので、はいはいはい、ただ守備やって攻撃やって攻撃が落ち着くと、攻撃ってそのちょっと水物の部分はあれど、はい、ある程度維持はするので、うん、ってなってくるとより守備を深掘りしていく監督なので、おそらくはタックルインターセプトあたりを平均超えできるように、だからこの2018のこの赤の表のところまで2020は高めてくるんじゃないかと思われるんですよ、黄色のオフェンスの分はそんなに大きく大差はないかもしれないけど、守備がガガガッとこう増えてくると思うので、来季はより失点数が少なくなって汚な部分がある、さらには、黒川選手だったりね、そういうメンバー帰ってきて、でユース出身の若手組は今年かなり、結構試合出場できましたから、 その彼らがよりグッとこう個人指標も伸ばしててくれると思うので、大宮結構昇格の目が強いあるんじゃないかなと思ってます。なるほど、説得力があるな、そう言われるところを見ながら、ね、はあ、なるほどね、ちょっと面白いなと思っちゃいました、はい、はい、では続いて特殊能力見ていきましょう、はい、こちらですよ、ドン、うん、はい、特殊能力のシートになってますけど、うん、まあこの中で見てほしいのはですね、はい、下の方にいるんですね、うん、奥貫選手だったり吉永選手だったり、うん、まあ本当にここら辺がもうニコニコしちゃう、ニコニコしちゃう、ニコニコしちゃう、もう新入型フォワード、そうなんですよ、うん、実はね本当にこの2人が現代的な選手だなと思ってしまって、はい、いわゆるねあのピッチを縦に5分割した時にできる、はい、ハーフスペースと呼ばれる、はい、まあ、手で考えたらなあの薬指と中指、中指じゃ薬指と人差し指ですね、はい、の部分のレーンを使い分けるのが彼ら超うまいんですよ、もともとは一番サイドのレーンに立つことが多いんですよこの2人は、うん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 、でそこから吉永選手はもうあらゆるテクニカルなことでやってくるんですよ、はい、ドリブルで仕掛けて自分で入り込んでは確かに来るんですけど、うん、相手のディフェンダーに圧を与えて下げさせるのが吉永選手、うん、なるほどね、でスペース作って自分の空間にしちゃってやってくるんですね、うん、で奥貫選手の場合は、もっとより面白い部分があるのが、うん、そんなディフェンダーたちともまた対等に戦いながらスルッとこう抜けていく、なるほど、でペネトレイトなんていうより貫通という、うん、特殊能力を持ったりしますけど、はいはい、ガッとなんか入り込んできてくれるんですね、はい、でだから奥貫選手を止めるにはもう人数をかけるしかないんですけど、うん、人数が揃ってくるってなるとふわっとこうループ気味のクロスというか浮き球を出してそこでファンマトン、なるほど、
っていうことがあるわけですね。2020はですね、セルビアから2人のフォワードがやってきたりとか、ちょっとまた大宮としてもまた最前線にこういいフォワードがこう来て、あとはチャンスメーカーたちが、その後ろにシャドウとしてラインナップされて、でウイングバックの位置はそれこそ一平選手だったり、来年はもしかしたら川澤選手左ウイングバックの可能性もあるかなと思ってたりするんですが、クロッサーたちが、その脇を抱えてくれるので、センターバック3人と、守備的ミッドフィルダー2人、これらこのここあたりでもう中央をがっつり守ってってくれると思うので、そんなね、お互いのこの役割分担と、それぞれでの活躍、なるほど、楽しみにしていただければいいんじゃないでしょうか。ありました。先生、この味方っていうのは左側が特殊能力が厚い選手をこう大きく持ってきてるってことですね。そうですね、この選手ちょっと紹介したいなっていうところ、なるほどでもただ、実はこの今、通信簿シリーズ2019やってるんですが、2020の開幕前戦力戦術分析シリーズなんてやった後に、3月から5月ぐらいに今我々は、ちょっと選手紹介シリーズというか選手名鑑シリーズみたいなことをね考えていたりするわけですよ。その時にそれぞれの選手 あのちゃんとじゃあどれぐらい何個特殊能力持ってるのかとか、そういうのをなんか表すことできたらなと思ってますの でしかもその時には2020年の最初序盤5節10節分の能力値で、皆さんにご紹介したいなと思ってるから、ちょっと楽しみにお待ちいただけたらいいんじゃないかなと。結果を踏まえてってことね。データを踏まえた。そうだから毎回毎回日々更新していきますよと。ですね、楽しみにお待ちください、ね、この襲撃型ミッドフィルダーとかね、運搬型ミッドフィルダーだって、だからこう、ね、起点型サイドバックとかいいですね、いろいろね、そう細かいこのね嗅覚型フォワードたまらないですね。こういうところまた説明していきますので、またね、細かいのが後で待ってるってことですね、はい、お待ちください。運動量型サイドバックかな。そうですね、もうありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけでございまして、今日もありがとうございました。ありがとうございました。サッカーアカデミーね、ぜひあの全チームこれやっておりますので、まだ途中ですからね、はい、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけて嬉しいと思います。そしてね、この動画もご拡散いただけると助かりますと。よろしくお願いします。ございます。オミアルディジャーの、ね、魅力に多くの方が気づいていただけると思っておりますので、はい、はい、ということで、ミルクサッカーアカデミーはライブ配信月曜日の毎週9時から行っております。そして劇場ライブなんかもやってますので、詳しくは概要欄ご覧ください。お願いします。井上真でした。ノービル佐藤でした。先生どうもありがとうございました。